お嬢様、お茶をお持ちいたしました。ありがとう、マリー。朝からずっと本を読まれてますが、お疲れになりませんか？大丈夫よ。マリが時々こうやってお茶を持ってきてくれるし、息抜きにパラスとお散歩をしたりしてるからね、パラス。あパラスったらずっと本のそばにいて、まるで本を読んでるみたいですね。そうね。神話の世界でフクロウは知性の象徴と言われてるし、読書家なのかも。今パラスがページをめくったわよね。はい。また